はい、ベースの右吉左吉秋吉です。今日はですね、ヨルシカの月に吠えるのですね、コード進行を抜粋しまして、スラップでも使えそうなネタを考えてみました。それではですね、最初から解説していこうと思うんですけれども、まず E のところからですね、どうなってるかっていうと、でここからミュートして、実音じゃなくミュートして、そしてもう F シャープを先に入れつつ決め、アシットの合わせるところですね、ドッドのところですけどね、そしてまたミュートテクニックと織り交ぜながら実音混ぜていくっていう形ですね。ポイントはまあオクターブから、そしてオクターブ下に下がってですね、そこからミュートっていうところですね。でその次のフレーズに行きますけれども、今度はここでプルじゃなくここでプルっていうことですね。はい、そしてですね、マイナーの羅列ですね、でそしてここからですね、このここのミュートですけれども、ここ左手のですね、腹でミュートして、右手の部分で、私は結構ね、弦飛びするときは中指で弾くパターン多いんですけれどもね、まあ、人差し指でもいいと思いますけれども、人差し指の方が距離感的にはですね、中指の方が長いじゃないですか。なので距離がある中指の方でですね、プルをやっていくっていう形の方がまあ楽に弾けるのかなっていうと、これは好みになってると思いますけれども、まあ、皆さんがやりやすいようにやってみてください。そしてですね、ここは先ほどのドラムとのラインを決めずにですね、あえて合わせないフレーズにしてみました。まあ合わせるパターンと合わせない方がですね、合わせすぎない方が良かったりもするので、これはですね、もう好みだと思います。まああまり合わせなさすぎていろいろ入れるとうるさいってボーカル歌いにくいっていうこともあるかもしれませんけれども、まあここはスラップネタでね、まあこの今回弾いたですね、中に3パターンぐらい私のアイデアが入ってるんですけれども、この3パターン目はあえて合わせずにいこうかなと。コードはもちろん合ってますけどね、ここもスピード感がある埋めていくパターンですね、アクセントがずれていくような形ですね。ワイエタトゥイエタツイエタになっております。そしてまた同じフレーズが続きまして、でここからですね、早いフレーズですね、16で埋めていくっていう形です。そこからですね、ハイポジで弾いてますけれども、まあちょっとメロディーに寄せた形でのなんていうかフレーズというかメロディーですね、ソロっぽい感じになってますけど、ここあたりのなんかちょっとねキーが違うんでですね、音源には半音下げて E 弦とかしないといけないです。これレギュラーチューニングで E にしてますけれども、まあ音源と合わせてるわけじゃないんでね、ややこしいこと言いましたね。コード進行は合ってるんだけれども、実際音源によるしかの方は半音下げの E になってますよ。レギュラーチューニングだったらここから始めないといけないですけれどもねっていう話です。でメロディーに寄せてるってことですね。なので音源では、あ、ここか、G やから、これを半音上げる。ちょっとねここら辺がですね半音なんで不安定に聞こえるかもしれませんけども、やりつつ後半は
ってるようなメロディーを弾いてると思いますけどね。コードトーンだったりスケールですね、 G マイナース、 G シャープマイナースケールだったペンタトニックを混ぜておりますけれども、まあ、ここあたりまでですね、曲感のこんな感じかなっていうのね、完璧に弾かなくてもですねアレンジっていうことなんで寄せていくぐらいでいいと思うんですよ。まあ、皆さんどのように練習されてるか分かりませんけど、私の場合はですね比較的メロディーの方もなんか寄せていって自分なりにエッセンス加えると、まあそうすることによってですね完コピではないんですけれども、まあ自分のものに、自分のものになるっていう言い方変ですね、自分なりのアレンジになるっていうところで体に染み付いてくる、またなんか違ったようなアレンジで弾くことができるんじゃないかなっていうことで、まあ比較的ですねもうベース歴も25年ぐらい弾いてますから、まあ、完コピするっていうか自分のエッセンスも入れていくっていうような形で、まあ、今回ですね月に吠えるものすごいかっこいい曲ですけれども、セッションでも使えそうなコード進行でしたので、 E から F シャープ G シャープマイナーっていうことでよくあるコード進行ですけれどもね、まあ、そういったところをですね、いろいろと探りながら、あスラップも合いそうだったので跳ねてる感じでね、合いそうだったので入れてみました。以上です。ということでですね、まあ今後もねこのアレンジシリーズをやっていこうかなと、スラップをですねベチンベチンってね、まああれですよ、もちろんね耳コピーされてる弾いてみたの方もたくさんいらっしゃると思いますんでね、ヨルシカも大人気ですから、私がね弾かなくても他の方の方が参考になると思いますんで、まあ、私は私なりにねこのコード進行を使ってアレンジパターンをやってみたみたいなことで、進めていこうと思いますので、まあ、もしよかったらですねチャンネル登録高評価そしてコメントもしていただけたら嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ベースの右足左足秋吉でした。またね。